久々に見たわ。ここが一番有名な橋のとこっすね。初めて来たかも。ねえ、ロケとかでもないもんね。確かにロケで来ないっすよね。来ない。まだ午前中だけどめちゃくちゃ賑わってる。さすがです。どこ入ろうか、とりあえず探してみましょうか。あっちの方に多分お店あるんで。ここ来てもう夜中だろうね。飲み屋街ですか。横丁なんか並んでる。ビリケンさんがすぐそこにまで、あっちにもデカビリケンがいます。本当だ、すごいね。なんかでも大阪でこういう時間があるのも珍しいですよね。いつも本来であれば帰るじゃないですか。帰るからね。ねえ、ないからこんな早く終わっちゃって、しかもまだ名古屋移動してもチェックインできないから、チェックインできないから時間も潰さないといけない。店舗で爆買い。これでも満足して終わっちゃうから。あ、ありがとう。赤ちゃん、赤ちゃんね、可愛いですね。新しいの、あ、4着やったら、おまけ服頑張ってあげれるんで、新しいのよ。ちょっと待ってください。こっち側の。靴下2個でもいいですし、4個やから。2個につき1個やから。靴下2個持ってたいと思うし、こっち側の服1個か4点やから、このちっちゃめのパーカーを持って帰ってもいい。持って帰っても今何選んでも大丈夫。この辺もオリジナルの半袖全部嫌でも書いてます、メモリーとか。可愛いな。なんか女性が来たらもう半袖ね、長いから。ほら可愛いじゃん。可愛い。好きな選んだ、また言ってください。可愛いね。あ、これも可愛い。これも可愛い。ちょっと変わってるよね。あんまりない。この形買ったから。これいただくか。いただくか。すごいよね。これもこっちも可愛いんだけど。ああ、確かにステッチの感じ可愛いです。可愛いよね。え、どっち？どっち？せーので言います。はい。せーの、緑。あ、おー。そうなんだ。え、ほんと可愛い。可愛い。これになりました。あ、絵描かせてもらってるんですよ、いつも。あ、え、すごい。そうですよ、そっちの袋に入らなそうなんで、でかい風に。2分で終わりました。
ったらもうおしまいだから私は。お店入ったら買っちゃうから。すぐ決まりましたね、でも。そうですね。もう全部タイプだったからね。でも入ってすぐに分かんない、自分のタイプ。あ、分かります、そうですね。ね、もう大好き入り口で出てくる時もあるし。赤くなってます。あ、ちょっとさっきの串カツはどうでした？新世界美味しかったね。紅生姜とニンニクも美味しかったし。いや飲んでた。どっちかっていうと飲んでた。でかいよね。なんか一個一個がね、規模がでかい。看板が派手です、ね、看板の派手さとかお店も全部松清とかさマックとかも何でもさ貴重がすごいでも明るくなるよね気持ちがね。なんかそのぐらいドカンってやってくれた方がなんかモチベーションが上がる、うん、沈まない元気でいなきゃってやっぱ思うから関西の人元気なんだろうな。お疲れ様です。名古屋に移動してきました。店に行きました。店にね。締めはやっぱ辛いラーメン。今4時です。4時でもう5時ちょいには終わります。今日。バイバイ。ああいいねこれ。小袋青菜これ耳です。豚の耳がね、耳ネギがいっぱい。あとね、これアサリの完全にねこれで好みがバレるよね。好みバレるわ、最後そういうのが好きなんですよ。いやもうガッツリ食べて、で一応ビールの横にこれ紹興酒もありますね。ちょっとはね、中華といったらやっぱ紹興酒なので合わせながら飲んでいきます、ね。朝も朝早いからさっくりと食べて飲んで寝ましょう。うまいっすね。だから日本人からしたら作ってみると恐ろしいって思うんですよ。白飯いけますね。これで味濃すぎて、中華料理が多かったんでしたっけ実家の飯。おじいちゃんが中国人だから。そう、あ、そうなんでしたっけ、うん、じゃあクォーターって言うんですか。そう、私はね全然そう。父ちゃんはハーフ、中国人が。だから正月はうちはもう北京ダックとか、もう北京ダックチャーシュー、豚の豚足、耳っていう、それがチャイニーズのあれなのよ。子供の頃からそうだから、こういうのがなんか逆に家庭料理なんです。ちょっとそれも辛さの強さの何かルーツはあるんですか。辛いものが基本的にそんなあのベース的に苦手じゃない。そうなんですね。ベース的にもう根本的にこの調味料に入ってる。はい、来ました。おからです。なんかおからが最高で、ね、これ以上ないんだって。こんな、まあ、ちょっとちっちゃいサイズ、ミニマムなサイズね。
ニンニクの香りがすごい。ニンニクだこれ、ニンニク。そしたら見せるよ。そしたら見せるよ。初見せですか。うん。あ。何度も来てるけど結構ね店に店によって違う。なんかね辛みも違う。麺がこんななんか固めなのもなんか初めてだし。ね割と違う。このちっちゃいサイズだけど。しっかり動かれても辛いから割とあまり入っていっちゃうと大変なこと普通にも動かれてもね大満足だから鋭い鋭い辛さが来るよね。ゆっくりとかなんかマソッカーとかでもとても辛さがあとからとかじゃなくて、もう入れた瞬間、トゲトゲしい感じ。そもそもベースがやっぱ辛いですね。ベースがね、全部の料理に唐辛子がすごい入ってるから。これも食べた後だけど、すごい唐辛子。これ私の普段の食べてるご飯って感じの唐辛子の量だから。ちょっと麺がちょい辛さ感じがたまんない。ホテルの方に戻ってきました。今お風呂入ってパックをしております。すごい眠いんですけど、クイーンランドリーで今お洗濯乾燥終わるの待ってます。でちょっと寂しくなるんで子供たちとテレビ電話しようかなって思います。もう明日起きたらまたね顔洗って化粧水つけてすぐに茹でてまたスタジオ入ったらすぐメイクするので、もう片付けして起きたらコンタクトつけてだけでいけるようにして寝ます。明日も朝から生放送なので頑張ります。じゃあまた明日、おやすみなさい。